バード刑事は、清水義則の小説である。新基礎英語2と新基礎英語3に連載されていた作品で2004年に NHK 出版から単行本として出版されている。主人公の竹沢洋介は、今春の大学受験に失敗し予備校生として、浪人生活を送っていたが、初夏を迎えても本腰を入れて、 受験勉強をしていたわけでもなくむしろその鬱屈した日常から抜け出したいという思いでいっぱいだった。そんなある日瀬戸川忠という男が駅のホームから転落するところに遭遇し陽介は助けると瀬戸川から1億円を3ヶ月で使い切るゲームを進められる。実は瀬戸川がこのゲームを進めたのは自分のマナ娘を自殺でなくしお金を恨むようになっていたことからだった。 ゲームを始めるにあたって楽しんでお金を使わなければならないという瀬戸側の指示を洋介は了承した。ただ初めは楽しくて仕方なかった洋介も欲しいものを手に入れていく中でだんだんとお金を使うことに悩まされてしまう。バードケージ1億円を使い切れというタイトルで2008年11月17日から NHKFM 内の青春アドベンチャーで放送された。 10は、2010年10月5日から再放送もされている。ありがとうございます。